はい、こんにちは、ピカですけどね、C63 乗ってますね。 C63 600馬力仕様。これね、まあ、ちょっといろいろいじってるんだけど、マフラーはノーマル、まあ、コンピューターだけですけどね、はい、ブーストが変わっていますが、この仕様でみんなね、なんか後ろから撮ってさ、こうマフラーから火が出るかみたいなやつ、ね、火が出てる映像あるじゃん。あれをねちょっとやってみたいなっていう、火出したいなっていう感じがして、マフラーからね火が出るかどうかっていうのをやってみたいと思います。はい、これね、まあモードがいろいろあって、今コンフォートですね、乗り心地がこう良くて、ちょっと待って、自動運転切れた。はい、自動運転100キロで設定されてますね。でこのモードを変えると変わっちゃうんだな。変えると変わっちゃう。はい、で、コンフォートモードになってます。でもう一個がスポーツモード。スポーツモード、あ、変わらないわ、大丈夫だ。はい、スポーツモードですね。スポーツモードがこれで、もう一個が、はい、スポーツプラスって言ってね、はい、プラスモードになって、乗り心地が変わるの分かるかな。結構ね、今スポーツプラスになってると、これ結構前がいなくなって急に100キロまで猛烈な勢いで加速していくけど、前が詰まってるから、まあ、速度ね、何にもアクセル踏んでないんだよ俺実は今ね。はい、それでこれで、まあ、多分スポーツプラスだと結構ね、いろんな音がするんで、ちょっと自動運転切って、聞こえないよねこれな。とりあえずちょっと高速道路で、言ってんだけどね、すごいブルンブルン言ってんだけど、めっちゃ言ってない？一速に入れちゃダメだな、速度。はい、これでね、火が出てるかどうか見えないからさ、分かんないんだよ。なんでね、今日はね、用意しました、GoPro Max ですね。これを棒につけてね、あるんだけどちょっと見せられないけどね今ね、はい、これ棒につけて、後ろにつけてね、後ろから撮って火が出るかどうかやってみたいと思います。火は出てんのかなこれな。夜の方が本当は分かりやすいかもしれないけどね。あ、いえ、600馬力あるからねこれ。パーンパーンって言ってるけどね、これね、この時に、まあ、アクセルの踏み方とかいろいろ変えてね、やっていきたいと思います。まあ、高速道路だとちょっとね、ゆっくり走れないんで、ゆっくり走ってね、まあ、高回転1速2速で回して、そこから、まあ、火が出るかっていう感じでやってきますね。はい、じゃあやってきます。
からちょっとね、まあ、モードを変えて今ね空ぶかしやった映像があるんだけど、ちょっと空ぶかしでもねちょっと見てみよう。マフラーから火が出るかどうかっていう企画で、マフラーがちょっと歪んじゃってね、マフラーが上の方向いちゃって、 GoPro がマフラーが見えないっていう。でもまあ後ろからのね、あの音をね楽しんでいただけたんじゃないかななんてね思ってます。はい、ということでね、いやあれ俺のあのフェラーリ430のフェラーリもそうだし、あの430のチャレンジもそうなんだけど、めちゃめちゃ火出るの。これ壊れてんじゃねえぐらい火出るんで、ちょっとね次回これね、フェラーリでやりますよ。フェラーリでやる、フェラーリでちょっと夜やってみるわ。同じちょっとカメラセッティングにして首都高でやるとねめちゃめちゃ火出るから、なんでその映像をねちょっと後日お届けしたいと思いますんで、はい、よかったらねチャンネル登録してってください。はい、ということでまたねこれやってくんで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。